皆さんこんにちは井川です今回はラケットの持ち替えをスムーズにするための練習を説明していきたいと思いますまず基本的にラケットの持ち替えというものは親指と人差し指でラケット操作として回すそこから向きを作ったら握る向きを作って握る向きを作って握るという風うにこの2本の指で ラケット操作をして残りの3本は握っていくという運動にはなりますが多くの方が足は足手は手というふうに行くだけ行って手行くだけ行って手というふうになってしまうことで持ち替えができていないというような感じのところがここ最近 よく目につくなというところで今回のものもを紹介していいいきたいと思います基本的にバドミントンの場合出されてから自分が打ち返すまでの時間が、まあ、最長でも23秒あるかないか展開として早い場合だと1秒その中で瞬時に判断をしてそのシャトルを取りに行く必要があると。ということは単独で足だけがいって手というふうにやっている時間がありませんので。 そうすると手足は同時に常に使っていく必要が出てくるとそうすることによって足が行けばもうインパクトまで迎えられるなどの時間というものも短縮することができシャトルを捉えるタイミングが今よりも早くできるんではないかというところでこちらを紹介していきます。 まず最初はゆっくりなテンポで手足を動かしつつシャトルを見た際に右ならフォアバックであればバックというふうに常にラケットをフォアハンドバックハンドフォアハンドバックハンドフォアバックフォアバックフォアバックこの持ち替えの方をしつつフォアのものはフォアバックのものはバック。 フォアのものはフォアバックのものは持ち替えてバックフォアハンドバックハンドフォアハンドバックハンドというふうに。 球を見た時にまずはラケットの持ち替えを行っていくと球がフォア中はラケットはフォアイースターそこから手足同時に動かしてシャトルを捉える球を見た時にシャトルがバックその時点でバックそこから手足を同時に動かしていくまた球見た時にフォアバックそこというふうに シャトトルを見てラケット操作、手足同時にインパクトに向かっていくとロブなどの場合は前に足を出しながら行っていきますがスマッシュもしくは長めのシャトルが来ているものに関しては今度横の動作というふうになってきていますのでこの反面の距離で行う場合は。 右のものはフォアのまま右左のものは左というふうに両足を外に動かすそれによって手打ちというものをなくしていくプラス速い球であってもその操作が素早くく。 できるようにしていただけるとスマッシュのレシーブなどの対応力というものも上がるようになってくるかと思いますので横の場合も右のものは右左のものは左また右は右左は左外向き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 。 外向き外向きというふうに今度の場合は横で同じ運動をしていくとそうすることで足を常にシャトルに対しては出してシャトルを捉えていくこちらができるようになってくるかと思いますのでラケット操作を行いつつ 手足を常にに同時に動かし始めるこちらをしっかりと行う中で手打ちをなくしていくことタイミングがしっかりと足で取れるようになるそれによってミスを減らしていくレシーブの際手だけで球を取りに行ってしまい体勢が崩れるではなく足元からシャトルに対して入るそれによってしっかりとした体勢でレシーブをしていく。 こちらが全ては必要になる動作になりますので、以上のところを意識する中で、しっかりとシャトルが捉えられるよう注意をしてください。チャンネル登録がまだの方、ぜひこちらからご登録の方お願いいたします。今後、見たい動画などリクエストの方ありましたら、コメント欄でお待ちしております。